お昼ご飯いただきました。秋元園芸さんで撮影してたんですけど、ちょっとお土産で、人にあげる用の盆栽、ちょっと安めのやつを。やっぱ盆栽は人にあげるのが一番始めてもらえると。そうですね。いうことでね。なさそうですね。ちょこちょこあげてるけどすぐなくなるとということで、心拍と、あ、これもね、さっきいいねって何でしたっけ。これが白シタンですね。白シタン、可愛いですよね。コネアスターの仲間ですね。うん、これは2個買います。ありがとうございます。もうちょっとあれ、こっちの方がいいな。結構ね、こうやって一個一個見ていくとね、時間かかっちゃうんですよね。この後まだ撮影が僕あって、あ、そうですね。あ、でも心拍のがやっぱ人にあげるのにいいのかな。心拍探しますか。初心者はやっぱ枯れづらいから心拍は必要かなと思うんですけど、でここにあるのが2500円以下、そうですね。なんでこっちのちっちゃいやつは2000円か。うん、ということです。結構ね、結構ね、もう鉢にも入ってるから結構いいんですよ、プレゼント用に。この感じが、うん、触りたくね、いじりたくなったらいじれますし、そう自分でも楽しめるし、あげてもいいしっていう。ちょっと3つぐらい選びますか。はい。僕も探そう。やっぱ根元がね、足元に、あ、でもちょうどいいかもしれないですね。そうですね、ある程度いい景色見てて分かりやすいんじゃないかな。で、これキープとか、はい、模様毛っぽい方がいいのかもしれないですね、今みたいなね。そうですね、こういう方が上げるのには。そうですね。いいのもいいんだこれね、うん、これも良さそう。これも良さそうですね。これも向こうのやつの方がちょっと大きいんでしたっけ。ちっちゃいんだよ。向こうのやつっていうと、あっちにも心拍ありますよ。そこのは素焼きがに入ってる。ああ、素焼きもいい。もっと奥だと、挿し木の2年目かな。挿し木の2年目ってもいいんですけど、おただ3年目がいいっすですね、うん、ちょっとね、さっき見たんですよ、2年目ちょっと細すぎました。そうですね、こっちのが盆栽らしくないと。まだちょっとあれは難しいかな、うん、この辺はちょっとつく、これはね、まだちょっと手入れないとあれだけど、同じようなとこなんですけどね、うん、この辺もいいっすよ。素焼きでガリガリがかかってないのかな。うん、これはちょっと僕が作業しなきゃいけなくなるけど。そうですね。もうこんだけあるとね、お宝探したくなる。たまにあるみたいですね。たまに絶対ありますよね、こんだけあると。常連さんなんかね、どこにあったのっていうのを見つけてきますね。やっぱこう足元ですよね、見るのはね。ちっちゃく作るんだったらですね。そっか。でも入ってるやつもいいかな。こっちの方が安いんですか、じゃあ素焼き。ちょっと安いですね、だから一手間かかってないと。これもなんか素材用に3つぐらい買っとこうかな。これ作りやすくて面白い。そうね、なんか石突きとか今度作るときに。ああ、ちょうどいいですね。あ、これもいいな。これ2つぐらい買っとこうかな。これとこれ。どうすか。ああ、こっちの方がいいですか。ちょっと枝が出てる場所があんまり良くないかな。もう確かに。これでも、
軍人っぽくも作れるかなと思って、まあ、軍人はいくらでもできるかなと思ったら、でもね、ちっちゃいのも軍人って様にならないから難しいんですよ。そうですか。あの前に昼間さんが作ってた心拍の軍人いいなと思って、はい、それをねちょっと作りたいなっていうのもあったんですけど、まあ別にもうちょっと古い木でやった方がいいと思うんで、はいはいはい、そうですね、軍人は古い方が様になりますね。そうですよね。うん、これはこんなのもいいかもしれないですね。なるほど。あのこの辺のは取ってもらうんですけど、流れ作ってね、パワー取るけど必要なところに生えてるんでいいんじゃないかなと。うん、枝取ってもらっただけで結構効いてくるんじゃないかな。そうですね。それにしますか。はい。どうせあげちゃうんですけどね、多分。これで5個ぐらい買ったかな。ごめん。はい。でこれをお買い上げします。ありがとうございます。これを久々に会う人にあげますので、久々に連絡してください。お友達は。はい、じゃあお会計お願いします。はい、ありがとうございます。はい、途中で龍眼石を見つけてこれも買うことにしました。川崎先生に作ってもらう作ってもらうようです。